はいひとつきまんさしみです本日はですね、実は政権を取る気なんて何にもない立憲民主党、そしてそんな立憲民主党を見限られて、実は票数が減っているぞ、このまんまでは参議院選挙で負けるのは必至、えー、こういう話をですねしていきたいと思います。やはり野田佳彦さんといえばですね消費税増税を行った先般でございます。で、国民民主党が爆増している理由も、野田佳彦さんに対するですねまあ、嫌悪感。 こちらがあるわけなんで、すよねでそして本日伝えたいデータというのは、この総務省が出してるですね、小選挙区と比例の得票数のデータというのが、まあ結果がですね、正しく出てきました。で、これで見たときになんと立憲民主党は147万票ほどですね、得票数を減らしております。で、減らしたけども、まあ、あの、選挙結果でね、立憲民主党は増えた。 これは何でなんででしょうか。立憲民主党は、まあ、あの与党が、ね、215議席になって選挙前は279議席あって64議席減りましたで。それを見るとですねこの、えー、衆,衆議院の、ね、票数を見たら147万票立憲民主党は減ってるんですけどそれ以上に自由民主党がですね675万票減っていると単に敵がめっちゃ減って立憲民主党も減って 減ったなので自民党が減った分まあ多少適室で勝っただけで決して野田佳彦が人気があったわけではないということがもうこれ露呈いたしましたでこの理由も簡単でございますまあ国民民主党が伸びたことに関してはですね賛否両論いろいろあると思いますけどなんだかんだ立憲民主党も増税路線だから。で結局自民党の増税側。 に行くかそれとも立憲民主党の増税側に行くか消費税増税どっちの,あの首相に増税してほしいですか選んでって言われてもさ「嫌や,や!」って「嫌や,や!」って <laughs> なるわなそら。で減税を掲げて手取りを増やすというふうに言った国民民主党と、えー、あとまあ消費税を廃止とまで言っているれいわ新選組が爆伸び。まあ、これがあの状況で,でこのまんまいくとですね立憲民主党は選挙で得票数が まあ自民党よりも減ってないけども減っている状況で参議院選挙に突入してしまいます。そうすするとですねより国民民主やれいわ新選組が伸びて立憲民主党が負けるで、うん、さらに何が起きるかっていうと参議院でも揉めるということになってですね、まあ、大変なことになってやっぱ野田じゃだめじゃんとでも野田さん代表で一応形上票は減らしたけども勝っちゃいました。 勝っちゃったってことは傷りよろすことはできないですよね。うん、で、さらに野田芳彦さん一つですね。あの、うん、これね、あの得票数で見るときにですね、えー、野田芳彦さんがプラスでもありマイナスでもあるという部分がですね、まあ、メリットもありデメリットもあるというところがあるんですよね。で、これ何かというと野田芳彦さんって。 えー、全国会議員を入れた中で、ナンバーワンの小選挙区得票数を持ってるんですよ。めっちゃ強いんで、すよでそれ、どれぐらい強いかっていうと、このね、あーのー日経新聞が出している衆議院選挙、えー、投票結果データ分析のこの下のほうにです、ねえー、出ているんですが、ちょっと待ってくださいね。こちらに出ておりますね。立民野田氏が最多、えー、といいう,うに書ててあって 野田佳彦さんは千葉14区で14万5,821票というですね圧倒的1位を取りまして、まあ、驚きの細野豪志が2位というところもなんかちょっとつぼるところではあるんですが <laughs> 全員理屈にいいよねだ、はい、かで、えー、いやえー、っとね4番目は国民,国民民主の新人ですね、うん、なんですけどななんんでそ取るの、えー、この野田佳彦さんが全員、まあ、自分の選挙は強いわけですよ。 自分の選挙は強いから、うん、でこういうのってあーのーほら野球選手でもさこの名選手が名監督になるわけじゃないじゃないですかなので野田佳彦さん自身はおそらくですね、えー、得票数が低い議員の気持ちがわからないで選挙活動やってんのかお前みたいな、ね、やってんのか毎朝ちゃんとドブ板で朝立ってんのかやってんのか っていうふうに言われるとさ実績出してるから何も言えなくなるじゃないですか。で,でしかも結果だけ見ると得票数は減らしているけども勝ってはいるから野田さんに逆らえなくなりますよね。うんうん、でそうするとこのまんま参議院選挙に突入です。そしたらどうなるかっていうと「負けます」。「間違いなく負けます」。国民民主とか令和が受けててていいる風っううのはもう消費税勘弁して 税金所得税何でもいいから減らしてっていう風が吹いやっていきません辛いんですっていう悲鳴ですよ。あれは、うん、でしかも今回野田さんね立憲民主党が首相指名選挙でさ玉木雄一郎はまあ言ってみれば無標票を投じるんだから、えー、自民党応援団じゃねえかみたいな感じの批判をね結構立憲民主党の議員さんとかがやってるところ多いんですけどあんなの皆さんやらせですよ。 朝鮮やらせですだって日本維新の会だってババって書くんだよ。うん、もう日本維新の会のババってさもうちょっとしたらもう代表者なくなりますよあいつ。<laughs> 負けた議員だからね。でそれすらあの野田さんは調整してないんですよ。これどういうことかって言って小沢一郎がいるんですよ。やっぱりね、うん、もう理由簡単やる気ないの。 やな小沢一郎だからさ、なんかあの、選挙なん,とかなんとかなんとか代理とかっていう、うん、なんか,うなんか不明なポジションにしてるわけすだから、<あ>騙したんだよね、結局ね。これね、どういうことかっていうと、立憲民主党がじゃあ、ここからね、本気出して首相指名選挙、11月11日ありますけども、あの野田佳彦にするとするじゃないですか。うん、で、立民も維新も共産も国民も、令和も社民も、賛成も、保守も、後ろ族も全部野田に入れて、 で野田芳彦内閣総理大臣、理、えー、強・国、礼・社、三、保、無連立政権ができたりするじゃないですか。うん、大変よ。<laughs> いや、それは大変、しかもあの、うん、参院はねじれてるから、はい。もうあの大変な、えーまあ、政権運営。でそんなの、ねうん、野田さん、嫌なの、やりたくないの。 だからポーズで立憲民主党のあの人気を取るために国民民主とか一心に対してアホボケババーとかっていうふうにこう言うてるだけやる気ないねでそういうのね多分次の参議院選挙でも次の参議院選挙2025年の7月にありますからねそうするともうあとえっと8ヶ月までに国民民主党と令和は爆増してるこの風を 自分の方向にこうやってキュッて向ける、うん、できないですよ。だからもうねこのまんまだったら立憲民主党はほぼ惨敗確定。うこういう状況だっていうところを、えー、東京大学名誉教授の安住さんと首相指名選挙の仕組みも振り返りつつ、えー、いろいろ話をしていきたいなと思います。安住さんよろしくお願いします。はいどうも。いや野田強いね。これ。 で、そして自分の,選の総理大臣だった人がこう一枚一枚ビラを毎日配ってると、うん、そんなことされたらまあやる気もせえへんよねあキュンとするキュンとしちゃう <laughs>、はい、これだから立候補するとかいるだけでもびっくりするレベルです、うん、そうねだからこれね多分、うん、でもね私思うんですよ自分の選挙は強いけど 全体としては票が取れないやつあ一人いたなそういうやつ、えー、いましたね立憲民主党多いよねあもうだからねもうそれ元立憲民主党っていうか元あの、まあ、民主党前原政治、うん、<laughs> <laughs> もうこいつもダメなんですよおそもだからね何な,な,んなんやろうでちなみにあの首相指名選挙今どうなるかっていうとですねこれ東京新聞の記事でこういう仕組みが出ていて、うん 維新国民え維新と国民民主が無効票を投じた場合はまあ市場首相が勝つでしょうとっていうふうにこうなっているんですよねでこれだとれいわ新選組が野田に入れるってことになってるんですけど、うん、入れるわけない入れないでしょ絶対書く賛成党も入れねえんじゃねいのって思うけどね賛成とも入れないない日本保守とも入れねえだろって思うんだけどなのでこれでいくと あの国民民主と維新が目標を投じる場合これ無効票を投じる場合というのはどういう理屈かというと2回目の決選投票の時にあの野田か石破かを書かないという状況になるんですよね。うん、で、えー、次にまあありえない方向性ですけど全野党が立憲民主党野田に投票した場合はこういうふうに勝つというふうになるんですけどこんなのねもう無理やらない。 絶対に選ばない、うん、だってそんな大連立組んだら持たねえもん。一瞬楽しいけどね。うん、なので。そがこが合格してすぐ解散したらいいかもん、はい。なのでね、これ、あのー、うまくいかんやろな。これいや、これねじれ国会では参院がねじれてる状態で運営ってほぼ不可能だし、うんうん、その上 この部屋とは、この、でもね、私はだから可能性は一つだけあると思うんですよ。うん、何かっていうと、政治改革、選、うん、挙改革、うんで、政治資金改革、これだけしましょう。うん、でそれだけやって、選挙制度変えて、うん、でそ即解散するっていう。うん、確かに。で、うん、それをす,るすれば、さすがに国民、というか、まあ、それをやれば、えーと、構造が一気に変わるので、うん 必然的に党も党ももの構造も変わりますよねそれでどう,やどういうふうにやるのかわかんないけどとに中選挙区制にするのか、うん、フランスみたいに何か2票入れられるっうのかいろいろあると思うんですけど何んんん、うん、かしてでもうバーンでもう一回選挙っつって、うん、初の小選挙区比例復活というあの最悪の選挙制度はもう終わりですって言って、うん、まあせめてさ もう今回割とみんなしたじゃないですか比例復活なし比例、うん、復活廃止おいいですねうんそれだけに何でもいいかとにかく何かそういうことだけをする野党連合を作り、うん、自民党が嫌がることね自民党が困る選挙制度だけ作って、うん、バーンって解散する政策活動費廃止バーン廃止そ<う>で比例、えー、復活廃止 ももう分かりやすい、うん、自民党で小選挙区は自民党好きなのかな、うん、そうでもないよねまあだってちなみに今回はもう大きく減らしてますからね、うん、ちょっと一応ねあのこれ小選挙区と比例の票別にどこが伸びたのかっていうのをちょっと紹介しますけどもあの小選挙区の票っていうのは皆さんの地域東京一区とか愛知一区とか大阪一区京都一区とかなんかあるじゃないですかその地元の候補者の名前書いたでしょそれの合計数 <と>はい、次に比例っていうのはその候補小選挙区の候補者に票を入れた後に自民党立憲民主党え日本維新の会とかっていうふうに党を書いてですよねこれが、うん、あの比例の票っていう形になりますでまずその皆さんが地元の、えー、立候補者に対して入れたこのですねあの数を見ていくとまず自民党が令和3年の段階では2760万票 取ってたんですが今回はですねえっ、ー、と2086万票ということで675万票減らしております当日もない現象ですねで立憲民主党が前回1721万票を取っていたのが1574万票でなんとマイナス -147 万票で負けたはずの維新は、えー、前回480万票だったのが今回604万票まで増えてるんですよね なので、で実は立憲民主よりも得票数の伸びだけ見るとですね、<laughs> 勝ってる。小選,小選挙勝ってるんですよね。で、そして、えー、注目されるのがあのー、国民民主に関しては約2倍い、ね、増えて,、えー、ここて100万票伸びて、はい120、110万票伸びて234万票。で、令和新選組に関しては、まあ前回これそもそも少なかった たのか。うん、うん、まあだから立った人がね。立った人が少ない。2> 2でしたからね。あのー、はいで、えー。まあそれでもだいぶ増えたな。えっと、いうん、ええー、十七万票。まあ約二倍近く。約二倍近く。で、ええー、じゃあこれが比例でいくとですね。比例も自民党めっちゃ減ってて、あのー、前回、えー、約二千万票。 1,991、うん、万票だったのが今回1,458万票までダウンしえないな、はいえー、これもうすで立憲民主党は前回1,149万票だったのが1,156万票になりました7万票増えました0.7% <laughs> 誤差,が入る、ね、誤差で、うん、日本維新の会が負けた理由というのがここに出ていて。 日本維新の会は、えーまあ、この比例の票で前回800万票増えたのに今回300万票減って511万票と。すごい出リりやね、はいえー、ものすごい減りましたね。まあ、要するに、まあ、選挙結果を見ても分かると思うんですけども小選挙区で大阪では勝ちました維新は。だけども維新っていう政党に入れる人がもう減ったんですよ。うんうん、でじゃあ伸びた国民民主党っていうのはどれぐらい増えたのかってこれがすごくてね。 あの前回259万票だったのが今回357万票増えて611万7000票というですねすごい617万票ですで令和新選組は前回が221万票だったのが今回158万票増えて380万票とこれもあのこれもすごいですねもう躍進といって十分でやっぱり国民民主は消費税5%減税 で令和新選組はあの全部減税、え違う廃止、消費税廃止って言ってますんで、これがやっぱりね、あの響いたんですよ。うーんで、立憲民主党の野田さんとかは、まあ、立憲民主党全体がね、いまだに国民民主とか、令和に対して、ばらまきとかやってる非現実的なやつらだ、うちらは現実的にやりますからっていう。 ことでうん、うん、だからいまだにこの選挙結果を冷静に見れてないと思います。参議院選挙このまま突っ込んでったらこれもっと国民民主と令和が増えて、うん、でまあ維新がどう取るかちょっとわからないんですけども立憲民主だいぶ減らしちゃうよこれ。野田子比例はだいいいぶやばいんじゃないの、ね、比例やばいと思う。 まあまあ、あの参院選はさの2人区っていう謎なものがあって、うん、立憲と自民だけが通るようにできてるとかあるいは1人区っていうのがあってもう事実上総選挙区とかっていうのがあってそこにね第3党以下はまあ入れないので、うん、そうするとその今回と同じようにその選挙区の方ではある程度議、うん、席は確保するんでしょうけど。うんうん、参院は比例がね メインということもないけど目立ちますけどそこでごそっと票が減るようだとちょっとやばいですよね。かなり食われるだろうね食われからその今回だから減ったとこはどこですかっていうと比例でね自民でしょめちゃめちゃ減ってで公明減りましたよね。維新が減って立民がちょっとだけ増えたっていう。 それで共産が増えて減ってね。うん、自民、公明、共産といえばもう、老舗中の老舗。うん、で、維新、実は老舗ですよね。うん、だからこう、古い順に <laughs>、老舗順に減ってるんですよね。うん、あと、立憲民主党はだから、トントンで。うん 新しいところが伸びてるっていう明確な構造があって、うん、結局だからそのの古いい老舗党が沈むっていう、うん、まあそりゃね例えば立憲民主党でも、うん、まあそこそこ中堅どころで、えー、選挙も強い米山さんがですね令和と国民民主の政策をばらまきだ非現実的だああいうふうには主張すんなってこう言うわけですよね。 今回の選挙では国民と令和が新調しました。その原因の一つであるばらまきは正直非現実的だ。このような易や主張が広まることに危機感を覚えます。SNS を通じた広報戦術などは学び取り入れつつ、我々はまっとうな財政金融政策を打ち出すべきである。これを見てさ、若者が選挙に行こう、うん、米山を落とすために。<laughs> 米山を落とそうってなっちゃうよ、これ。なっちゃうよ。 で他にもあの立憲民主党の小西さん、まあ、この人もねあの立憲民主党の中ではまともだというふうに言われていてそこそこ有名な人ではありますけど小西さんが X で国国民民主党ののために日本最大の国益が失われようとしている失われた30年間の元凶、えー、は利権世襲愚かな大臣任命の先進国唯一の自民党型派閥政治でありそれを一掃する政治改革こそが本質こそかつ必須。 少数与党の事項に迫れば実現で可能であった国民民主が謝らせてしまったーってもうこれなんかもう悪夢の国民民主党政権ぐらいの勢いであのなんかいやそこまで言うってっていうかあの国民民主これまあ首相指名選挙に対して国民民主が野田ってなんて書かねえんだよおらおらっていうふうにねいう部分ではございますがいや維新だって書かないしっていうそれ調整するのお前らの親分の野田の仕事やって。 やってねえからこうなってんだよでこのまんまこれが続いてねいくとで国民えちっ違うあのもし立憲民主が次の参議院選挙で勝とうと思ったら消費税減税を掲げるしかない、うん、でそれで国民民主とあのれいわ新選組と共産党と組んでそしたらもう立あの自民党ボロ負けですよ。 でも絶対やりたくない絶対やりたくない、うん、だから税金減った政府っていうのはつまり儲からなくなった会社を引き受けぶりだそうすから売り上げ削減とか言って社長になる <laughs> それはね厳しい <laughs> <laughs> あ<の>やりたくない、ね、なんで増税があの政府とかあのなのこの野党第一党とか自民党にとって、まあ、そんなに魅力的なのかっていうと、まあ、やっぱりね あの増税って、まあ、安部さんがまさに言ったとり売り上げみたいなもんですから、うん、この売り上げを減らしますっていうふうに言ってからいくと自分の権利震もうそれだってで売り上げを減らした上でく、うん、赤黒字にしますとか言って社長になる、うん、もうそれで<ら> <laughs> あの崩壊仕掛けの JAL をかもうなんとかしてやり抜こうと思った稲森和夫ぐらいの強制などそれぐらいの根性がないと無理です。 <laughs> でジャルの従業員関連まで含めて数十万人ですけど日本国政府は1億2000万人の国民を背ってますから<笑><笑>ちょっと厳しいよねちょっと厳しい、ね、はいだからそれ<あ>多分やりたくないだからリアリティのある人はやりたくない言いたくないよね、うんうん、でリアリティのない人はいくらでも言えますよ言、ねうん、えるねだから無責任無責任ってでも例えばだからあ海外では 昔ながレーガンとかも大減税を掲げて大統領になって、うん、減税してましたからね。できるんというよりね日本の税制ってやっぱりめちゃくちゃじゃないですかまあもうちょっとシンプルにしてほしいね。複雑 <laughs> 会期で複雑、うん、会議にさ何がおいしいかっていうと、うん、いろいろ節税の方法があるわけです。 そう,うん、そうすると、節税ビジネスというのがダーッて生まれて、うん、この人たちに一生懸命いろんな人にこうお金を配ったりして、うん、まあ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 、いい制度ですね、日本の税制は、とか言って、やってるわけだから、うん、そういうのをバーンって全部潰す改革を、うん、まあ、レーガンはやったわけですよね。うん、その、非常にシンプルにして。うん、そういうのとセットで減税をちゃんとすればいいと思うんですけどね。うん、まあ、ただ、一応、レーガン大統領のね、 えー、減税について、えー、正しく伝えておくと減税プラス軍事費増大って大増大っすよ、スター・ウォーズ作戦みたいな何やったんだよ、お前 <laughs> っていうことで <laughs>、まあ、あのこの人の評価はだい,ぶいだいぶ低いですよ、この人の評価はめちゃくちゃ低いですよ。<laughs> めちゃくちゃゃくなことするんだお前 <laughs> レーガンのミックスだから次の副大統領になって次の大統領とっブッシュがレーガン候補の言ってる経済はブードゥーエコノミーだって <laughs> ブードゥーエコノミーってジ術経済そうそう術経済にしたね減税をして軍事拡大するそんならブードゥー経済だって そういう感じで新しかった新しかったと思軍閣しなきゃいいよ軍閣軍閣でもねそれやるとねレイカン大統領ね浮かんなかったんですよそうそそうう、ですまあまあいいや今日まあいいや今日ちょうどね11月の冷静をシンプルにしますっていうのは僕は日本のね経営者とかうん大歓迎でしょいやもう大歓迎だよ大歓迎ですよ大歓迎でしょだって日本の経営者の農民主は節制にね 35%ぐらい持っていかれてると思いますよ。いやもうほんとそうだと思う。はい、<laughs> それをちゃんとビジネスに回したら、経済するってする、うん、だからあのー、税金えば手取り103万円の壁っていうふうに言っても、それは所得税の壁だけであって、社会保障の壁もあって、そこが分かってない君は素人だなとか、いや、そうじゃなくて、制度,、ね、度がおかしいんだっつーのの <laughs> そこはあのーえー、やっぱでも だからね、立憲民主党はそういう制度はきちんと理解しているのが当たり前、うん、でそれに関してそして、えー、っときちんと法律も理解しているのが当たり前それで選挙に行ける <laughs> いっていう感じ無理やいや無理やそんな無理やそうなのもう今ねもう現役世代救急としてるから Q Q るえ手取りへへへ増えんのう嬉しいわっていうふうになっちゃうよなっちゃうなっちゃう で、おそらく今ね、この自民党の税制調査会がですね、あのー、この103万円の壁を議論するというニュースがこう出てきましたで。っていうのはもうこれね、あのー、間違いなくいきますよ、基礎控除、うん、これは178万円までね、伸びるかどうかは別として、基礎控除は103万円から減ると思います。 いやいや、増えると思います。うん、で、手取りは増えると思う。これ10万円までいくんじゃないね。まあでも、ちょこっとでも増えたら、1000円でも2000円でも増えたら大、大きいよ、これ。大きいよ。年収2000万円の人があの、月額の給料が1000円、2000円増えた。 も命助かかるる人がいるレベルですら200万円ぐらいの人だったら。うん、でまあそんなこと言っても多分あのちょっと実感湧かない人っていうのがやばいと思うんですけどまあでもそうすると今回国民民主党がそれをやったおかげで伸びた俺の票生きたって思う人たちが今度また次の選挙で行くんですよ。うん、もっと手取りを増やすでまたまた手取りを増やす どんどん増やすとかって言って、自民党が、ああ、立憲民主党がばらまきだ、非現実績だ。とかっていうふうに言ってて、選挙勝てないから。うん、で、しかも、トップはどうも、消費税増税した。野田です。<laughs> いや、これは厳しい。厳しい。でも、パレはやっぱり、野さんの人気は、やっぱり、その、ね、年金をきちんと払ってほしい人が、やっぱり。それはそうでしょ支持してるんですよね。ですけど。うん、それでも減ってるからね。 今回だい次の選挙このまんまじゃだいぶ厳しいと思うんだけどな大丈夫かこれかウルトラシーがここはいると思うけどね、うん、いくつかねまあ一つはだからまずあのじゃあ玉木って書くならいいよじゃあ玉木って書くからってって、うん、立憲民主党が玉木って書いた <laughs> 玉木雄一郎市長単純二回目玉木雄一郎でしょ <laughs> そうねで二回目玉木雄一郎だってじゃあ維新はいや 玉木でも書くよっつって、バばって書くかな。<laughs> で、玉木って書いちゃって、玉木雄一郎、えっ、ー、と、師匠が誕生しちゃって。本当に減税しちゃって。っていう路線ですね。うん、そうそう、そ,うね、そのまあ、多分、参院通らへんよね。うん、参院は厳しいやな。な参院通らへんかったら、帰ってくると三分の二だったっけ。えっと、ちょっと、すぐ。どうだったかな。 まあいいや。まあでもど、まあ、いいどっちにしろ、ね、まあややこしい。うん、あのー、このままでは立憲民主党負けるのは間違いない。うん、国民民主も令和のも伸びるでしょう。うん、だからまたやっぱりもこのさやっぱりもう,う、とにかく何も相談せずに、11日に1回目に玉切って書くべきだ立憲 <laughs> それは無理だびっくりですよ。<laughs> <laughs> だからおぼろいよ。おぼろいよ、それは。それしかないと思うけどな。うん これは結構なんていうのインパクトがその後何が起きるか分かりませんけど、うん、それでも負けるかもしれないで石丸に維新とかが「ばば」って書いたアウトですよね「うん、やもったろうやもったろう」って書いたら出オがアウトでしょ、うん、でもそういう一発目取とって2回目どうするっていうふうな緊張感を生み出すだけでだいぶ流れが変わるんじゃないですかね、うん、ひょっとするとそうするとあの 国民民主党も話し合わないといけないっていことになるじゃないですか。たと、うん、えそれで負けたとしてもね。うんうん、そうしたら立憲民主党と国民民主党が話し合うってうことになるじゃないですか。うん、そこその時になんかちゃうってそういうことぐらいしないとこのまま単位に突っ込んで勝てるっていう感じはあんまりしませんね。いやあんまりしないっていうかもう壊滅。<laughs> <laughs> そう壊滅までいかないじゃないです<も>か。 本ででできるるしょっってて実績持ってるわけですよ自分の選挙ってみんなお前ら全員立ってさいや参院選挙区は衆院選挙区と違って広いんですけど走り回れよ走り回れよ分子でちょっと使ってあ頑張れよみたいな「<laughs> エイトマになれ」みたいな懐かしい <laughs>「走りイートマあれはもうサイボーグゼロゼロないで加速装置でも作って回っとけっていう風うな感じで サイボーグなんですよねなので立憲民主党これ相当やばいその他党を批判してる場合じゃないですよ。150万票減ったっていう現実を受け入れてなんとかしないと、うんうんうん 壊滅いや、本当に一,一番いいのは、やっぱり私はやっぱ本当に玉切って入れて、それでやっぱりあと連合政権作って選挙制度改革だけして解散したら一番いいと思うけどね。うん、玉切もびっくりだね、急に総理大臣。<laughs> えーって感じだと思うけど。でも選挙制度改革って大体でも与党と野党って全員合意しないといけないってことになってるんですよね。うん、まあ面倒くさいところですよね。<ー>いや、もう本当にですね、あーのーこの。 何の責任もね、この及ばないペイペイ政治家がね、一生懸命手取りを上げようとしているね、あ、あのー、国民民主をね、批判するなというふうにこう言っているのは橋本徹さん。おなんて言ってんですか、えー、橋本徹とは、ペイペ政治家が、ペイペイ政治家が、なんて言うんだっていうふうに、国民民主をくさしてあいや、立憲民主をくさしているんですよね。で、さらに、<お>あ,あのー、 えー、それだからその国民民主の人でって立憲のことをペーペー政治家と言って。ささ <laughs> お前もペーペーも、ね。いや庶民の懐を温かくするのがね政治家の仕事じゃないですか。二十歳代の単身世帯の二十四十三点九パーセントは貯蓄ゼロなんですよ。実質賃金は二十六ヶ月連続で下がってね大変なんです。政府はね景気の調整弁になるべきで労働者の手元に手取りが増えるっていいことじゃ。 庶民の懐を暖かくするのが政治家なんじゃないですか。それはきっと広之さんですね。はい。<laughs> この完全にゲーム会だよねこの。はい。なので、もうさすが風よもうこの橋元を通ると広きはこのやっぱり風を見てバズるかどうかって <laughs>、命をかけてる人たちですから。<laughs> いやこれちょっとやばいよね。 完全に風傾きが変わりましたねだ立憲民主党はこのままでは危険だし負けると思う。うんうん、いやこれはだってそのすごい風を何ていうの風を送り込むポイントをこの人たちが見つけ,見つけてしまったわけだからこれからその玉木が何だろうとね、うん、どうだろうと、うん、風を送り込み続けるねみんなねいや。それが怖いところですよ党ん一党 う次の参院選ぐらいはまあでもひ,ひょっとしたら比例で負けるかもしれない。いやーそういう状況になっていくので、うん、まあ本当の意味で例えば消費税減税とかね何かしらのところで、えー、立憲民主党が大きく舵を切らない限りは負けます。うん、で負けてもいいけどね野田なんてあの私クソだと思ってますんで負けてもいいんだけども。うん まあちょっといくらでもこのままだと危険だよっていうところで動画を撮らせていただきました。うん、ということで今日もドッグシ聴、チャンネル登録といいねよろしく。じゃあね。うん